皆さんおはようございます。スポーツドクターの岩井裕作です。今日はですね、皆さんのリクエストにお答えして、ご質問いただきました。社会人になってからもテニスを上達し続けるにはどうしたらいいかということをに答えていきたいと思います。私もですね、社会人になってから、どのようにしてテニスを上達していくか非常に試行錯誤の中、考えてきました。今はですね、練習時間他の皆さんよりも多く取れていると思いますが、それでもやはり選手と比べたら、足りない時間が多いということで、私が考えるその方法をこれから一つずつお伝えしていきたいと思います。今日お伝えしたいのは、そう、心技体頭、テニスの要素として、心技体頭、心、技術、体、頭っていうのは戦術ですね。その中で私が最もその社会人の皆様にとって重要だと思っているのは体なんですね。まずメンタリティっていうのは、皆さん社会の中でいろいろなご経験をされて、これからも上がっていく要素です。そして頭、戦術面っていうのは、皆さんテニスを見たりする、そして試合の経験が上がっていくことによって上がっていく要素なんですね。そうすると社会人になってから落ちてくるのはこの体と技術になるんですけれども、皆さんテニスをしているとやはり技術が減っていくような気がすると、今までできていたショットが打てなくなるとかいうところで技術が減っていくような気がするという感覚を覚えると思うんです。だから往々にして練習の時は技術を高めていこうというような思考になります。しかしですね、私の経験ではその技術が落ちていく原因が、そもそも体、フィジカルの部分が落ちていく、関節の可動域が落ちている、筋力が落ちているということが、考えられるわけです。そして僕はそこが一番重要だと思うんですね。で、それで私がこう考えたこと、それは通勤時間を筋トレに当てるということなんです。そして今日ご紹介したいのがこのアイテム、この握力っていうのはですね、指の力、これはインパクトの時にラケットがぶれないようにするために非常に重要です。全豪オープンを今年見に行って一番感じたのは、強い選手ほど体の細部まで鍛えられているということです。見てください、この握力、こういう感じで鍛えるぐらいなら通勤電車の中でやられていてもあまり他の方の迷惑にならないと思います。これですね、ぜひ皆さんこのグリップやってみてください。そして私はどのようにしてるかというと、普段の通勤のこのジャンバーの中に左ポケットにですね、いろいろなアイテムを仕込んでいます。これですね、これもグリップですね。いろんなグリップの種類があります。そしてチューブ、これがあればですね、リストを鍛えることもできますし、このように使えばインナーマッスルを、肩のインナーですねを鍛えることができます。皆さんもぜひいろんなアイテムを使って通勤時間をトレーニングに活かしてみてください。それではまた。